コッテナム伯爵は、イギリスの伯爵、貴族、連合王国貴族爵位、ホイック等の政治家、チャールズ・ペピスが1850年に除されたことに、始まって以降は、ペピス家が保持する。本校では、前身となった、ペピス順弾爵に関しても触れる。初代伯、チャールズ・ペピス・ペピス家には、二つの系統に対して、順弾爵位が創設されている。そのうち、 白爵家の祖にあたるウィリアム・ペピスは1801年に連合王国順断釈くらいの順断釈を授けられている。ウィリアムが1825年に没すると長男ウィリアム・ウェラーが順断釈を相続した。その弟チャールズは高祖院民事部記録長官を務めた放送会出身の人物でホイック等の政治家としても二度にわたって大法官に就任している。 彼は1836年に、ケンブリッジ州、コッテナムのコッテナム男爵に除された後、1845年に、兄、ウィリアム・ウェラーが死去すると順男爵位を継承した。チャールズは、さらに大法官在職中の1850年に、コッテナム伯爵に少女するとともに、合わせて、サリー州クローハーストのクローハースト使爵を授けられて、伯爵家を創設した。他方、 白尺家の系統とは別に、医師、ルーカス・ペピスが1784年に、順断尺に除されており、これが、ペピス家に対して与えられた、もう一つの順断尺くらいである。ルーカスは、ウィリアム・ペピスの弟にあたっており、順断尺位に対しても、ルーカスの男子が途絶えた場合は、兄、ウィリアムの子孫にも継承を認める、特別継承権が付与されていた。ルーカスの後は、 長男、チャールズ、次男ヘンリーが順段爵位を相続した。三代順段尺ヘンリーが1849年に死去すると、特別継承権に基づいて、兄、ウィリアムの次男にあたる、初代伯爵が順段爵位を継承したため、これ以降は二つの順段爵位が伯爵位に付随することとなった。その初代伯の後は、長男、チャールズ、次男ウィリアム、その子ケネルムの順で、 爵位は継承された。これ以降は四大白ケネルムの系統で現在に至っており、爵位は四大白の長男ケネルム、次男マーク、三男ジョンによって継承された。その七大白ジョンの孫にあたる九大白マークが2020年現在のコッテナム伯爵家当主である。一族からは著名な人物も輩出されており、ウスター主教を務めたヘンリー・ペピスは初代伯爵の弟にあたる。 また、英国海軍の父の異名を持つ官僚、サミュエル・ピープスも同族にあたる。伯爵家の邸宅は、ウィルトシャー、キングドン・セント・マイケルに位置する、プライオア・マナー。爵位に対するモットーは、知性が人物を形作る。厳頭主である、第9代、コッテナム伯爵マーク・ジョン・ヘンリー・ペピスは、以下の爵位を有する。 爵位の法定推定相続人は、現当主の息子であるクローハースト子爵チャリー、トーマス・クローハーストペピス。以降の歴代順男爵は、コッテナム伯爵を参照。ありがとうございます。